サッカー指導者。選手としてのキャリアをすべて地元クラブのブラックバーンローバーズ FC で過ごした。イングランド代表としても41試合に出場し、22試合でキャプテンを務めた。1879年ブラックバーンに生まれた。キャリアのすべてを地元クラブであるブラックバーンローバーズ FC で過ごし、1896年から1920年に、 かけてディフェンダーとして530試合に出場した。1912年と1914年にはキャプテンとして2度のリーグ優勝を果たしている。1915から16シーズンには地方リーグのブラックプール FC でキャプテンとしてプレーした。これは第一次世界大戦中のリーグの調整によるものである。イングランド代表としての41キャップは 1952年にビリー・ライトに抜かれるまで38年以上にわたりイングランド代表の最多キャップ記録であった。1926年から1931年にかけてローバーズ監督に就任し、1928年には決勝でハダースフィールドタウン FC を下してチームを FA カップ優勝に導いた。一時 AFC ボーマースの指揮を取ったが、 1930年代後半には、ローバーズ監督に復帰し、フットボールリーグディビジョンに優勝へと導いた。ローバーズ監督在任中の1941年、バーンリー FC との試合中に、心臓発作を起こした。チームは3から2で勝利したが、クロンプトンは、その晩息を引き取った。自動車整備工として、ローバーズのチームメートである、ウェールズ代表 FW のウィリアム・ディビスと、 共同経営を行った。クロンプトンは自動車を所有した最初のサッカー選手の一人とされている。ありがとうございます。